本当僕怖いの苦手で、だからすごい驚かされると、毎回あ怖かったって寿命を縮んでましたね。天の若役を演じさせていただきました赤楚衛二です。天の若的に言うと、今日は楽しまないでください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。今回何か共演者の方とのエピソードですとか、寺田君とのエピソードも教えてください。それで言うと、僕心君にずっといたずらされてました。なんかすごい驚かしてくるんですよ。で、僕普通にその待機場所でこう待機してたら、後ろからわーってやって、はぁみたいなね。はい、いや、あのだるまさんが転んだとこかをやったり、洞窟の時にいたずらするのが一番楽しかったです。いつも赤楚さんはそのリアクションっていうか、そのやってくださるから、そのなんだろう、洞窟って寒いし、ちょっと寒気がするじゃないですか。だから条件的にはとてもいたずらスポットだないたずらをしまくりました。赤楚さんはじゃあそれにいつも驚いてたんですか？いや、なんか本当僕怖いの苦手で、だからすごい驚かされると、毎回あ怖かったって寿命を縮んでましたね現場の最中は。はい、